スロットでは初、コンテンツとしては連戦、パチンコでは文字や画面が燃焼、さらにはレバーやボタンまで焼き払った。こっちもそうするの？探求こそロマン。ノンインフォタクティクス第26節はパチスロ延々の消防隊。さあ行こう。事前情報は 6.5 号機のみです。はい、では額見ます。してないね。そのままリール見ます。左、この光ってる火の玉も気になるところですが、とりあえずチェリーがついてるバーを狙っておきましょう。この上にね、二連スイカがいるのがめちゃくちゃ気になりますね。で、中右はスイカ狙わなきゃダメなパターンですね、これ。火の玉の影響なのか、赤7周りにスイカがいませんね。初期画面もチェックしましょう。下段に延々の消防隊の表札。その左にはゲーム数の表示。データランプとずれるんですかね。とはいえシンプル。ややこしそうなものは今のところない。ポイントがないだけで十分嬉しいですね。パチンコ版を先に打ったからなのか、ものすごい静かに感じます。新コンテンツで PS 同時リリースなんて今までなかったような気がしますけどね。強いて言えば今回はパチンコの方と比べて演出どうかとか、こんなのも例外的。演出いくつか焼きますんだろうな、くらいは予想できます。数十ゲーム消化。ここまでは本当に静か。5号機時代の AT を思い出す感じですね。リールがフラッシュしてダブテン外れ。この形はチャンス目だろうか。初のレア役。いつの間にか液晶の十字架が光っている。レスポンスを見たいところ。とりあえず演出が若干ザワッとしているといったところか。それっぽい音がした。レア役だろうか。ベル？この出目ここまでポンポン止まってたんですけどね。ディールがロックした。さすがにこれはレア役でないと困る。は。ウェーイと煽られている気分だ。いつの間にか十字架も消えてしまっている。前兆だったって意味ですかね。だとしたらガセったという意味合い。十字架が消えるまでが前兆なんだろうか。まだ煽ってますね。そして表札が燃えてる。十字架が消えたタイミングと引き換えでしたね。これ、わかります？チャンス目で十字架が光った。十字架が消えたら表札が燃えた。仮にチャンス目で何かしらのあたりの抽選してるとしたら、十字架の下りいらないですよね。レア役で表札が燃えたでいいわけですから、すなわちチャンス目で十字架を光らせた。そんな抽選をしたということか。だとしたら光った後はどうすればいいか。手がかりはあった。言わずもがな。あのウェイじゃなくてリールロックだ。考察を一旦置いて情報更新。成功でボーナスの文字が出てきた。表札が消えてしまった。新しいヒント、通常時はボーナスを目指すというゲーム性か。今のところコイン持ちはあまりよろしくない。そして A タイプではない。2点が決定的。強いて言えば A タイプに見せた AT タイプという線がまだ残っている。発展演出が終わってもまだなお煽られている気がする。まだ前兆圏内なんだろうか。じゃあ表札が消えた理由は何だ？あ、これはアニメの一番最初のシーンですね。この方、燃えます。ああ、やっぱり燃えた。てか燃えてくれないとアニメはそこで終わってしまうから。お、どうやら人が燃えたのを皮切りに出動するようだ。BGM が流れ出した。ここ最近の実践を踏まえると音楽が鳴り出すと何かある。液晶では十字架が消え、表札までもが引っ越したぞと言わんばかりに消えた。ゲーム数は燃えている。ゲーム数もついでに消化してほしいもんである。あ、しまった。なるほど。自分で消せという報復行為か。中右はダメらしい。どうもポンポン押してるとやってしまうんだよな。さて、液晶では色々追っ始まっている。表札が更新された。未来の表札はこんな風にデジタル化するんだろうか。すごい名字ですね。炎は魂の伊吹さん。ご丁寧に似顔絵まで描かれているようだ。毎朝こんな長い名前を転校し続ける先生の身にもなってほしいもんである。弟、ショーが登場。金の羽と共に音楽がストップ。もう当たりでしょう。どうやら炎人は放置するらしい。ここまで一枚役が引き切りなしに成立したため AT、つまりは疑似母予想。BR ジャッジのようだ。念押し材料としてこれ適当に押してみましょうかね。AT ですね、これ。
レギュラーボーナスの表示、タイトルスタートの画面から音まで煽ってない、どえらいシンプルな作り、すなわちこのボーナス自体は本命ではないという予想が成り立ちますね。という演出精査を置いといたところで進行。ベル10回のナビ、画面にはキャラ紹介、推し順ベルからの払い出しは11枚、他の役と複合するとそこまで高順増ではないように見えます。だとすれば大きい上乗せやループなどに期待を持っていいんだろうか。めちゃ少ないっすね。何やら画面が打って変わってダークネスになった。電動車の影、音楽も不気味。よくあるボーナス後の降格状態なのか、恐る恐るゲームを進行していこう。唯一の変化は十字架が光っていること。つまりは最初のチャンス目を引いた時と同じ状態なんだろうか。ようやく演出が発生。さあ何が来る？一枚ベル、リールロックの正体こいつか？手前ですね。だって今リール止めてないのに表札燃えましたもん。リールロックは時ゲームじゃなくて手前の1枚ベルを参照していた模様。十字架ベルとでも言えばいいんだろうか。それに昇格したという言い方の方が近い。ということは十字架が光ってる間に1枚ベルを引くと作用する。今のうちにどんどん引っ張ってきた方がいいということか。ほら、言ってるとまた来た。それ。来ればイコールリールロックではないのか。1回目の出来事と合わせれば昇格する抽選、それを引いてボーナスが当たるかの抽選。いくつも墨分けをしているのか。発展するようだ。やってることは通常時とほぼ変わらない気がする。成功でボーナスの文字。このエリアは十字架降格みたいなことなんでしょうかね。お、また1枚ベル。あれ？とはいえ今の違うことがあった。リールの上に3つの LED、 ロックした時光ってたんですよね。今の2回はそれがなかった。1回昇格したら十字架降格は消えるのかなと疑っちゃいますけどね。何もかも終わった。十字架も消灯してしまっている。ステージはなんだか偉そうなんですけどね。ひとまず片鱗は見えてきた。ボーナスを目指す。そのためにはレア役で十字架を光らす。その時に1枚ベルを昇格させてボーナスに叩き込む。利口でゲーム数解除の可能性もありといったところ。こんな流れだろうか。大きく伸ばすためには何が必要なんでしょうかね。お、ここでチャンス目。十字架も光ったね。は？光っといてそれはないでしょう。ときめいた気持ちを一括で返してほしいもんである。さて2周目、このゲーム数から判明したこと。燃えたんですよね。前後でレア役やリールロックなし。ゲーム数解除が決定的。つまりは最初のレグはゲーム数の解除だったことも判明。ちゃんとホムラ人も登場して進行は同じ。やたらめったらサイレンが鳴り響いたあのステージだ。サウンドだけだとグランドセフトオートの世界である。進行、表札は緑。もはや苔の娘まで。ここで引いたのがチェリー。マックスベッドを叩いているがリプレイ扱いの模様。十字架がないから効能がさっぱり不明。そしていつの間にかゲーム数が燃え尽きている。ここでアイリスが登場。祈りを捧げた先は光る目。あんたどっちの味方なんだ？期待度 3.5。 ようやくホムラ人と戦ってくれるようだ。さっきみたいなないがしろにする演出はあまり得意ではないが、あの時変則押ししたからそれが副作用した可能性がある。正真正銘のルートといった感じだ。発展を合わせて30ゲームくらいの前兆といったところ。それにしてもゲーム数はどうして途中で消えてしまうんでしょうね。再びチェリー、十字架が光る。消えた。役目やチャンス目と同じだろう。ちなみに現在ゲーム数が250ゲームで燃え、260ゲームで燃え尽きている状態。つまりは一度燃えたらそこから燃え尽きようが30ゲームくらいは様子を見ないといけないのか。再度発展、アイリスが再び敵を放つ。目の数違いましたね。対決先を示唆しているのか。お次は星4。音と複合して考えるとタイトル赤はデフォルトではなく先ほど同様チャンスアップでしょう。テロップは現在白だが前ゲームは青だった。つまりはチャンスアップポイント、至る所に仕掛けが組み込まれているようだ。参考までにご察収ください。ゲーム数が燃えたのは88、150、250の3つ。そしてスイカが3枚で出てきてます。十字架が一瞬光って終わってしまいました。
ラトム。成功でボーナスだったのでボーナスだろう。簡単風で別の何かもありそうだがあまり信用ならない。ほらね、サイド赤7頭285ゲーム。淡々と消化、ゲーム進行。レグ5はここに行くと見て良さそうですね。虫よりフォーカスは LED だ。光ったね。じゃあ光るな。それとも何か光り方とかで差別化してるのか。再び十字架、光り方も一緒。昇格は抽選なのか、それとも光ってる間に回数が必要なのかも視野に入ってきた。告知にもいろいろある。チャンス、激アツ、発展。今この台に最も適している告知は低音とともにスイカを蹴った。強チャンス目と言いたいところなんですが、出目だと十字架ベルと言い換えることもできる。しかもこれリプレイフラグ、ロックの十字架とは別フラグらしい。これで十字架ベルが2つ。後手の方が明らかに強そうですよね。発展先は再び浅草対戦。エフェクトとともに文字色変化、割と期待はできそう。ここはテロップ変化なしですね。表札も内容は同じ。ちなみに今展開されてるのはシーズン1第14話、誰がための炎、ベニマル VS 鬼の炎人のシーンより。第7の大隊長ベニマル、作中で最強格に近いなんてよく言われてますね。勝った。聞こえるか浅草。アニメのまんまのタイトルカット、そして BR ジャッジなしでそのまま白7が揃った。シーズン1第19話より地下への、先ほどのダークネスなエリアでちょこちょこいた白装束、これが敵。そんな敵のアジトをついに発見。そこは地下ネザーであった。信頼をする大足特殊消防隊が潜入。その先に待ち構えているものは何かというお話。さっきの赤七頭とは別物なんでしょうかね。リールの横にある絵がいつの間にか浮かび上がってる。延々激闘、まるでこんな映画が間もなく公開されるような一枚だ。枚数はレグと同じ。不気味。ビッグの権威もなんだか落ちてしまったな。ネクスト、延々激闘の文字。レグのタイトルとは打って変わって派手。リール横のパネルに置くくらいだ。メインのところっぽいっすよね。延々チャンスって読むんですね、これ。よろしくをよろしくと訂正された気分である。では、ゲーム進行。走る神羅。線路があるところを見るとネザーでしょうね、ここは。表札はボーナス高確率中。左には第一階層。そして、ラスト13ゲームとの表示。以上のことからこの13ゲームの猶予でボーナスを引いたらいい。さらには階層が進むほど何かしらが優遇されると予想。何を引けばいいんでしょうね。第一諸島。左が今の出目なら3諸島で1枚ベルじゃないの。演出が発生するがいまいち反応が薄い。お、これは期待できそうですね。ここでチェリー。さあ何が起きるか。煽ってるのか、それとも該当ゲーム数に対しての煽りか。判別不可。相反して推し順ベルが出てこないので、ここは原産区間なのは分かった。ネクストステージとともに階層が先へ進んだ。チェリーでか、はたまたリプレイなのか。ただ地下を走り続けて終わってしまった。これでまた1からということか。ゲーム数はリセットしてしまうんですね。謎が多くなった結果となった。白7を引くと枚数はあれだが、リール横のパネル、そして作中のストーリー紹介をしているあたり、延々チャンスには無条件で突入しそう。どうして白7が出てきたか、電動車の影から引いたボーナスがそうなるのか、はたまた振り分けでそこに勝っただけなのか、あの時強チャンス目らしきものを引いたがそれが景気だったのか。だがここまでレア役自体は十字架を光らすことくらいしかしていない。そして延々チャンス、原産区間ではあるがボーナスの高確率。第一小島の出目で1枚ベルの下みたいな挙動があり、だがよく考えてみるとチャンス目の可能性もあった。チェリーを引いて微妙に反応したような形跡あり、その後階層が進んだがこの時にリプレイを引いている。階層は子役によって変動しそう。また最終階層に進んでないところを見るあたり、残ゲーム数とリンクはしていない。このことから当選率に影響するんでしょう。カバネリみたいなことなんですかね。あそこのループで出玉を増やし続けるみたいな。白7とレグはベル10回のナビで獲得枚数があの通りだったので、残るは赤7。それなりに枚数
数が取れるんではないだろうか。そしてボーナスケーキは今までの流れ、さらにはコンテンツを含めた精査から、あの十字架ベルの形、つまりは1枚ベルが必要になってきそう。新コンテンツスロットがゆえの難関、青のエクソシスト以来でしょうかね。過去精査が全くできない。もう一度叩き込んでクリアにしたいところ。何も引いてませんが、潜ったのがこいつだとすれば、このゾーンはストックかループで管理されていることが成り立つ。再び延々チャンスへ。どうやら持ちゲーム数は13ではなく15だった模様。初回のはすでに始まってたんですね。あー、リプレイっぽいですね。だとしたらチェリーはボーナスを抽選してくれてたんだろうか。青いエフェクトもかかり LED も光った。通常時からも言えることだが、こいつは十字架ベルにならないと意味をなしてない。残り4ゲーム、このアーサーからの演出。揃ったのは再び1枚ベルからの昇格。そしてこれはパチンコの炎上モードで見た演出。バトルに発展するんでしょう。あまり勝利に期待できなさそうなドクタージョバンニとの対決。ひとまず予想通り、もう十字架ベルで当てるゾーンで間違いないでしょう。どうやらそのままアーサーが迎え撃つようだ。対決は数ゲームを使用するらしいが、残りゲーム数が消えたあたりストップはしてくれるんだろうね。よくよく考えてみれば、バトルに行くってことは当たり確ではないんですよね。わかりました。スルー、当たらない。だがその38ゲーム後に再びこの演出から、これで3度目。なぜかよくわからないが、とりあえず即やめはできない台だということは分かった。残り10ゲームでチャンス到来。この1枚ベルから、昇格。十字架の先から見えたものは2人しかいない。だいぶチャンスと見た。アローが登場。P 回ではボッコボコにしたため、こちらでもそうしたいところ。迎え撃つは第8消防隊中隊長、竹久ひなわ。作中でも第12話、誇りをまとっており、描写は違うがネザーにてこの2人の対決は実現されている。シンラが登場して、そのままアローを倒してしまった。ひなわのお株を奪って、俺の勝ちだと言っている。ヒーローって傲慢なんだね。とはいえ、ようやく仕留めることができた。そして出てきたのは赤七頭の BR 武器。まだ引いていないビッグが欲しいところ。よし、よし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 よ。液晶チェック。レグとは変わってベルではなくラスト表示の39。固定ゲーム数40のようだ。消化中、予告音が鳴る。1枚ベル。ここでも昇格するんだろうか。また予告を。またしても1枚役。ロックはなし。そして次ゲームはナビまでなし。再び1枚役。一瞬だが金色のエフェクトが入った。今のはシンナの弟ショーですね。なんかあるぞ。残り5ゲーム。今度はこの延々から。チェリー。予告音。何か起きそうな気配だったが現れず、そのまま終了。ボーナス3なのはレグ、白7が含まれているんだろう。枚数は今のビッグ分といったところ、純増5、6枚といったところでしょうね。あら、また潜る。13ゲーム後、やはり潜っていた。この繰り返しで伸ばしていくのか。そんな期待も虚しく綺麗にスルーして終了。さらにはその29ゲーム後、ラートムの使い方間違ってますよ。再び延々チャンスに行くもスルー。この後潜伏もありませんでした。あえてカバネリと比べるとしたら、ビッグ中の枚数は変動ではなく固定ゲーム数。さらに延々チャンスは潜伏中、そして最中でも減算区間。絶対もう一枚何かあると思うんですよね。手がかりはビッグ中のあの挙動。とりあえずあれが引っかかるまで打ってみようと思います。地獄の始まりだった。とにかく重い。初当たりはレグ先行。一度だけ赤7ビッグが出てきたが、レグ同様電動車の影へ行った。4度目。トータルだと6度目で電動車の影から当選。ここから出てきたのが白7。再び延々チャンスへ突入。ようやくそれっぽくそこで連チャン。すべてビッグだったのだが、1枚ベルの連続でちょっと賞が出たり、レア役は全スルー。6連したが枚数がやっとこ1000枚。届かないくらい遠い。絶対なんか足りない。さらに一度レグを噛んでから電動車の影。再び白7。サンプルから電動車の影中にボーナスをさせれば白7が出てくると見た。初当たりからだと1/8。この時すでに3000ゲームは消化。延々チャンスも重い予想。ますます思う。何かある。もう一枚。現在4連目。さあ5連目だ。とその時。やはり来たか。新羅日下部。おお、約束通り来たぞ。約束？誰との約束だ？俺と蝶の母さんだよ。俺に母などいない。母たる存在は電動車だけだ。
公と兄弟なぞ考えるだけでヘドが出る。そんな汚い腹から生まれた覚えはない。母さんを悪く言うんじゃない。今のエピソードは作中でまさにこれから兄弟対決が始まるというプロローグ。そのまま戦うという意味だろう。何かあるはここなんだろうか。神羅万象。ではゲーム進行。残りゲーム数が表示されている。そして今この3ゲームの時、少し見づらいがテロップの色は金だ。よくわからないが勝った。絶景チャレンジみたいなことなんだろうか。レインボーの7、ボーナスという意味か。とにかく偉いんだなというのはわかった。7じゃなくてバーなんかい。リールの左のボーナスが点灯しましたね。アドラバースト。それは物語の鍵を握る特殊な炎の能力。世界で8人しかいない汚れなき炎。神羅はこのアドラバーストの使い手。では進行。インフェルノが流れ出した。残ゲーム数は20。右下にはここまでの獲得枚数。こんな20ゲーム足らずでどうしたらいいもんかという印象。おっと。ジャック。減算ストップ。そしてジャックゲームは20。これを繰り返していくっていうことか。ジャック消化。また7を揃えればいいんだろう。確率が気になりますね。よく見たら7は火の玉だったんですね。ここで使うみたいです。さらにこのジャック中、赤7の時は散々苦しめられたこの延々からチェリーで上乗せ。5ゲームと少ないが、レア役でベースになるゲーム数を上乗せするようだ。猛攻、とにかく揃う。チャンス目等から上乗せもきっちり絡めつつ、順増は可変せずそのまま進行することも判明。めった刺しに7が揃った結果、打ちも打ったりジャック22アンダー。で、この後どこに行くんでしょう。まだ終わらせねえぞ、ショー。ん？来い、神羅草壁。どうやらもう一度ショーと戦うようだ。勝ったけど。引き戻すのこれ。プレミアフラグなのか、これを目指す台なのか。 6.5 というところを踏まえれば後者が十分あり得る。そしてラストの表示、完走できましたということですね。この時の時刻、朝6時のことでした。なんであそこに行ったかですよね。延々チャンス中に4回目の赤7。参考になるかわかりませんが、1枚ベルチャンス目、1枚ベル、1枚ベル、1枚ベルチャンス目、1枚ベル、1枚ベル。こんな流れを引いてました。ただ液晶では特に変化はなかったんですよね。それだったのか、それともボーナスであそこに行く抽選してるかってところですよね。そして神羅万象、ここもただの演出じゃなくて突破しないといけない。子役はパーセンテージ、こんなところですよね。さあ、そしてご注目。そう、完走したのに延々チャンスに行ったんですよね。つまりは貫きスペック、そして重いけどアドラバーストを目指す台ということが分かりました。